こんにちは、ケンケンチャンネルです。早速ですが、皆さん戦国時代における天下人の条件とは一体何を指すとお考えでしょうか。それを推し量る際の最も重要なことの一つに畿内の統一というものが挙げられるでしょう。実際に安土桃山時代に生きた人々も天下というものを京都や畿内と捉えていたみたいです。そう考えるのであれば、三好長慶が天下人に上り詰めたのは京都周辺の勢力を掌握した瞬間であると考えられるわけです。ではどうやって長慶はそんな群雄割拠をひしめく畿内を支配下としていったのでしょうか。今回はそんな長慶の畿内勢力との駆け引きをテーマに語っていければと思います。晴元配下として太平寺の戦いや斜里寺の戦いで武功を挙げていた三好長慶は、その名を天下に轟かすと、同族でありながら父元長殺害の黒幕であった三好政長との戦いをきっかけにして、ついに主家である細川晴元と敵対します。反晴元派であり、高国派を率いていた細川氏綱を擁立して挙兵し、晴元を打倒すると、晴元派だった当時の将軍足利義富士を京都から放逐することにしました。一時は将軍義富士と和睦するんですが、義富士が再び晴元と通じてこの和睦を破棄し、長慶が不在であった京を強襲しました。この義富士との戦いの末に再び将軍を京都から放逐して、幕府に依存しない三好政権を築き上げていったんです。将軍を放逐した長慶でしたが、ここから畿内勢力の掌握という大事な事業が始まります。畿内各地の支配者たちもですね、長慶が実力で将軍を倒しましたよ、だから言うこと聞いてくださいねと言われて、はい、わかりましたと簡単にはうなずけないわけです。ですが結果として長慶はこれらの各大名家たちを次々と味方方に引き込んでいくことになります。まず紀伊河内国の守護大名であった畠山美秀家です。1551年、畠山美秀家はまさに混沌とした状態でありました。実質的な権力者として家中で実力を発揮していた遊佐長則という人物が暗殺されたことで権力の空洞化ができていたんですね。この遊佐家の家督を誰に継がせるのか問題の末に、遊佐一族の遊佐対等派と遊佐長則の弟である杉信坊妙三派で真っ向から対立することになったんです。遊佐対等派の筆頭は八角宗房という人物が、杉信坊妙三派の筆頭には茅振片継という人物が並び立ちました。長慶は殺害された遊佐長則の娘を妻に迎えていて、畠山美秀家とはお互いに協力し合う間柄でしたので、この泥沼状態の後継者争いに突入した畠山美秀家を何とかすべく仲裁に入ります。その結果、この混沌とした争いは八角宗房の息子が茅振片継の娘に婿養子になるという形で和睦させることに成功したんです。しかし八角宗房側はこの和睦に納得していなかったんですね。そればっかりか茅振片継を居城に呼び出して殺害してしまうという強硬手段に打って出たんです。これに驚いた長慶、長慶からすれば顔に泥を塗られたような感覚ですから、内心怒っていたのかもしれないんですが、そこはグッと飲み込んで冷静に考えます。ことここに至っては平穏に事件を解決することはできそうにないよね。じゃあこのまま八角宗房が擁立する遊佐対等で押し切ってしまおうじゃないかということで、対抗馬だった杉信坊妙さんを殺害してしまったんです。強硬手段に次ぐ強硬手段でしたが、結果として当主である畠山高政に守護代の遊佐対等、その配下に八角宗房という支配体制に落ち着かせることには成功いたしました。この混乱を経た畠山美秀家は遊佐長則時代から続いていた長慶との同盟関係をより強固にしていくことになったんです。続いて大和国に目を向けてみましょう。大和国には筒井氏という大名がいました。筒井氏の当主が筒井順将という人物だった頃に、先に紹介した遊佐長則と婚姻関係を結んでいて、長則の養女を妻に迎えていたんです。そしてそんな遊佐長則のバックアップを受けながら
大和国の統一を果たすまでになっていたんですね。つまり長典からすれば筒井順将は娘婿なわけなんですが、三好長慶も長典の娘婿ですよね。そんな長典の娘婿つながりということもあって、三好家と筒井家は同盟関係だったんです。そんな中、1550年、筒井家当主である筒井順将が亡くなりました。筒井家の家督を継いだのは順将の子である順慶だったんですが、順慶は当時まだ2歳という幼子でした。なので周囲の家臣団に支えられる形で筒井家の運営を行っていくわけなんですが、三好家との同盟関係を維持していたようで、長慶も遊佐長典に代わって筒井家をバックアップすることで大和国での影響力を確保していくわけですね。ちなみに元の黙阿弥という言葉をご存知でしょうか。物事が振り出しに戻るとか、良くなったのにまた元の状態に戻ってしまうという意味で使われる言葉なんですが、この話の元になったのが順慶のお父さんの順将の病死カモフラージュ作戦に起因しているのだそうです。というのも順将が亡くなる前に自分の後は2歳の息子の順慶が継ぐことを家臣に誓わせて、自分の死をしばらくは黙して自分の身代わりの影武者を置くように命令したそうなんです。ということで奈良にいた順将とよく似た盲目の黙阿弥という人物を連れてきて病床で寝かせることにしたんですね。そんな中順将はこっそり葬られました。黙阿弥が順将として病床にという具合にごまかしていたんです。まんまと他勢力は順将が生きていると騙されて筒井氏に攻め込むことができなかったそうです。黙阿弥は病気の殿様として扱われて、元の生活から想像できないほどいい暮らしを体験したそうなんですが、影武者の役割を終えた後は何の報酬もなく再び元の生活に戻ったそうです。このことから元の黙阿弥という言葉ができたという話なんですね。はい、無駄なトリビアにお付き合いいただきありがとうございます。話を戻していきましょう。続いては池田市です。池田市というのは現在の大阪府池田市周辺を支配していた黒人で、この池田という場所は稲川の渡し場としてにぎわっていたんです。昔は川の上に架かる橋っていうのは今ほど多くなかったので、渡し場から出る船は人々が生活する上で足代わりみたいなものだったんですね。つまり池田は交通の便がめちゃくちゃ良かったんです。なので摂津方面で取れる炭の集積地としてもこの町は栄えていたそうです。そんな土地柄に加えて池田市自体も氷菓子を営んでおりまして、非常に裕福な黒人だったんですね。そんな池田市の当主であった池田信正という人物はもともと細川晴元派の筆頭でありました。しかし一時的に晴元と対立していた細川氏綱方についたという過去の罪で自害させられていたんです。信正の子である長政は当初長慶と戦う姿勢を見せてはいたんですが、最終的には三好家に下って長慶も一連の長政の行いを赦免した上で池田氏を貢献していくんです。お次は丹波地方の守護代内藤氏を見ていきましょう。当時の当主であった内藤国貞は畿内で台頭をし続けていた三好長慶と肩を並べるほどの実力者でございました。内藤家は三好家と共に細川氏綱を盛り立てていたわけなんですが、大きな悩みの種がございました。それが旗野氏の存在です。旗野氏は長らく晴元派として戦っていてですね、この後に及んでも晴元の動きを支援するために丹波地方で挙兵を繰り返していたんです。1553年9月、三好長慶の家臣である松永久秀長頼兄弟が旗野氏を攻めるため丹波に侵攻いたします。この侵攻に国貞も加わりました。そして旗野元秀の一族である旗野秀親が守る加津家山城に攻撃を仕掛けるんです。しかしこの攻撃側の軍に対して春元方の援軍である三好総尉や香西元成が御詰めとして参上したことによって混戦になりました。そしてこの戦いの中で内藤国貞は命を落としてしまったんです。この戦死は内藤家にとって非常に大きな問題を生じさせることになったんです。なぜなら国貞が家督を譲ろうと考えていた
嫡男の長貞もこの戦いで戦死してしまっていたからなんですね。畿内において三好長慶に次ぐほどの実力者と目されていた内藤家はここで没落してしまうのでしょうか。中家の血縁が途絶えるということは断絶ということになってしまいます。さあ絶体絶命のピンチだったのですが、内藤国貞は生前にとある縁組をしておりました。それは国貞の娘を松永久秀の弟である松永長頼に嫁がせるという内容でした。この縁組の狙いなんですが、丹波地方の旗の人の戦いに備えて三好軍の動員を当てにするために長頼をパイプ役として見込んでの婚姻だった可能性が高いと考えられています。そんな長頼と国貞の娘の間には子がおりました。つまり主家の血縁者はまだいるということなんですね。そんな中、三好長慶が貢献していた細川明元の秘官である茨城長隆という人物が内藤家にやってまいります。そして丹波国人たちへあることを伝えます。皆さん、内藤家の大ピンチであることは重々承知なのですが、落ち着いてください。生前の国貞と、もしこのような状況に陥った場合はどうするべきかという契約はすでに済ませております。内藤家の家督は松永長頼が承継しますと伝えられたわけなんです。これに内藤家に従う黒人たちが、はいそうですかと納得するでしょうか。全く納得しませんでした。いやいや、内藤家が従ってるのは細川氏綱ですから、三好長慶という実力者に貢献されてるか知らんけど、なんで細川明元さんに口出しされなあきまへんの。しかも松永長頼はただの娘子でしょ。しかも三好家の家臣でしょ。せめて内藤家と同格の人物を連れてきてもらわないということなんて聞けませんよ。ということで大反対が巻き起こってしまいました。この丹波地方のゴタゴタをまず沈めようとしたのは細川氏綱でした。氏綱は丹波黒人衆たちに弁明します。わかったわかった、もともとは松永長頼が家督承継者なんやけど、君たちの言い分ももっともなので長頼の息子である定勝を承継者にします。それなら国貞の血は継いでいるので問題ないでしょと、この弁明に呼応するように松永長頼も出家して宗匠と名乗っています。これは出家することで内藤家を乗っ取る意思がないですよとアピールするためのものだと思われています。さらにこの時ダメ押し的に三好長慶も取り次ぎに動いています。三好家も軍事的にバックアップすることで丹波の論争の鎮圧を沈めにかかったんですね。これで三好家と同格であった内藤家に三好家の息のかかった人間を入れて貢献する形を取ることができたというわけです。最後に泉地方を見てみましょう。この地域の有力な氏族としては松浦氏という泉国守護代がいました。松浦氏は泉国の守護であった泉守護細川家の重臣として泉国の守護代を務めていたんですね。しかし1548年、細川宗家の細川晴元と三好長慶が対立すると、泉守護代の松浦守という人物は晴元方だった泉守護の細川晴貞やその父の元常から離反して長慶方についていたんです。その後も彼は三好方として活動を続けて、同じ泉国で晴元派として動いていた岸和田氏とたびたび戦火を交えておりました。そんな折に当主の松浦守が亡くなりました。さあ支配下に組み込む決定的チャンスが再び転がり込んできましたよ。松浦守の死後、松浦家内部でも新三好派と反三好派に分かれてごたついていたみたいなんですが、そんな泉国に三好長慶の弟である祖父和政が攻め入ります。和政はそのままの流れで息子の孫八郎を松浦光と名乗らせた上で松浦家の養子にすると、そのまま松浦家の家督を光に継がせたんですね。これによって泉国の実力者までもが実質的な三好家の傘下になったということになります。このように畿内の有力な同盟関係にあった家中で騒乱が起こるたびにその鎮圧に奔走した結果、それらの大名家を貢献する強力な三好家というものが作られていったんですね。その結果出来上がったのは
氏綱を擁立する存在でありながらも、その氏綱を乗り越えていこうという存在になってしまった三好長慶その人だったんですね。将軍という力に頼らず、ここまで畿内の軍事動員権を得るようになった三好長慶、彼を天下人の一人に加えるのか論争がたびたび行われるんですが、こういった圧倒的な力があったからこそそういった論争が起こるということなんでしょう。ということで今回は以上になります。次回以降も将軍家との戦いは続いていきますので、よろしくお願いいたします。